はい、みなさんこんにちは。レナです。タカです。エリティブログです。はい、さい。私たちは沖縄にいます。今日は最終日ですので、最後の沖縄の日をちゃんと楽しみたいと思います。ランチはポケ丼。ハワイに来た気分になりました。いただきます。うん、俺頼んだのが味噌わさびかな。で、レナは醤油わさび。具材はタコとサーモンとマグロで、トッピングでアボカド、トビコ。めちゃめちゃ美味しいよこれ。このお店ぜひ沖縄に遊びに来る人寄ってみてください。追加でデザートを注文しようと思ってます。これ、アサイボールだよ。おいしい。あ、めちゃくちゃ美味しかったよ、ポケ丼。今からは、ちょっと観光ドライブをします。なんかまるで海の上に走る橋がある。はい、目の前にもう橋が見えてきた。めっちゃ綺麗じゃん。 1.5 キロ先に左に曲がって、ここから4キロ海の上海の上をピューって飛ぶところでしょ。これでベンツ曲げるんでちゃって。そういうこと。そういうことだ。そういうこと。もう海に入るよ。お、こっからじゃない？こっからが橋ってこと？海中ロード。江ノ島行く感じにちょっと似てるね。は？まったく共感してる。おい、カメラも共感してなかったよ。お前何言ってんだっつって。もう撮るのやめるって言ったよ。そうそうそう。ここは道の駅じゃなくて海の駅ができてるらしい。そうだね、海の駅。何だったっけ名前。なんとか。いや、そう、なんとかだったよ。もちろんなんとかだよ。何？遅い。海の駅、綾橋館。メンソーレって書いてあるよ。メンソーレってどういう意味なんだろう。わかりません。いらっしゃいませって意味かな。ちなみにさ、あのハイサーイとか言うじゃん、よく。ハイサーイの意味が未だに分かってないんだけど。入りました。あ、ここでお土産買える。あ、お土産買おう。お土産買いましょう。小さ。この子たちだと。なんか私たちも玄関に置いてもいいかな。赤いやつ？うん、可愛くないこいつ。うん。このやつらも可愛いよ。本当だ。二人とも笑ってる。決定ということで。決定です。さっきね、お店の人にハイサーイの意味聞いたら、こんにちはみたいな意味らしい。多分朝でも昼でも夜でも使えるのかな。ハイサーイって言っておけば。だからみんなにハイサーイ、ハイサーイ、ハイサーイって言っておけば。あとはもう使おうとしてるね。海の上の道を続けます。なんか島と島と島がなんかつながってる一本道みたいな感じ。サトウキビ畑だよ。そうなの？え、これサトウキビだよ。沖縄でめちゃくちゃ有名な。なんでわかるの？え、タカだから。タカだから。かじってみるのわかるよ、俺の。甘いかどうか。大丈夫。タカが遅い。毎回準備が遅い。今駐車しました。ここに景色があって、で全部徒歩1分、3分、1分だから、ちょっと歩きます。じゃあ、あっち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 。タカ登るってこと？イエス、坂、坂を登る。神様がいる。神様、ハイサーイ。そういうことでしょ。坂の新しい好きな言葉だね。ハイサーイ。今ね、ビューイングスポットに着いたっぽい。ぽいね。虹が出てきた。あそこで雨降ってるのかな。海に落ちてるみたいな感じ。突き刺さってるみたいだね。そう。すごかったね、今の景色。いや、本当に感動。沖縄で見た景色の中で一番綺麗だった、今の。はい、今日の最後のスポットは首里城。首里城ね。
修理場じゃなくて修理場。いやいや今修理中だから修理場。お、うまい。アホか、そんなこと言ってる場合じゃないよ。ピーサーめちゃ気に入りだよ、これ。かわいい。なんかあれだね、かわいらしいね、確かに。修理中の修理場なんてね、今しか見れないから。完成しちゃったらいつ来ても一緒だからね。そういうこと。おお。だからやっぱり修理場だね。そうだね。まあそれはそうだね、修理中だよね。もうがっつり本当に修理してるね、こんな感じで。本当だね。修理計画とかはもうできてるんだよね。なんか早く進んでるって聞いた、ね、その材料ももう準備できてるみたいなこと言ってたよ。であとは技術者呼んでもう作っていくみたいなっていうのを沖縄の人に聞きました。そうだね、ちょっと正しいかどうか分かんないです。今ね映像で昔の映像、静電がどうだったかとか流れてたけど、すっごい綺麗だね、赤で。できたらまた沖縄に行かなきゃいけない。修理場見れてよかったよ。修理場見れたというか、見れてないけどね。うん、修理場を見れてよかったね。そう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 、はいはい、はいはい、はいはいはい、私をバカにしないで。というわけでこっからまたね車に乗って次空港に向かうかな。次空港です。ここに着きました。というわけで長そっちだったでしょ、バーカー。何をやってるの、まずくないこれ。こっちに行かなきゃいけないじゃん。あーかもう一周。いやもう一周はしないよ。ちょっとバックする。いやそれも危なすぎる。はい、今電話をしましたら右のレーンに行ってくださいと言われましたので、もう一周しましょう。アホだな。これちなみに3周目だよ。バレました。いや言わなかったの、バレなかったの。1周目間違えまして、2周目左レーン入っちゃいまして、3周目で右のレーンにちゃんと入りましょう。よかったじゃん。でも最後まだこのゲレンデちゃんで運転できるチャンスがあったからね。いらない、そんな。全部ポジティブシンキングに変えると人生はねより豊かになるっていう。うん、なるね。そう、タカを殺したらより豊かな人生になるかもしれないよ。そう、はい、ありがとうございます。はい、大丈夫です。はい、じゃあお疲れします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ゲレンデちゃんを返却です。さようなら、ゲレンデちゃん。悲しいけどね。いや、もういらん。なんでゲレンデはいらないことは気づきました。チェックインします。はい、ということで今ね、チェックインが終わりました。この後ね、ちょっと1時間ぐらい時間あるんで、最後ね沖縄料理を食べて、はい、ソークそば食べて名古屋飛びます。なのでこの動画を、沖縄シリーズをここで、ね、終わりにしたいと思います。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。